そう、楽天さん、ぐっそ貧乏になるわらわら。来季から楽天の指揮を執ることが発表された今江俊明新監督。40が17日、仙台市の楽天モバイルバー、宮城で就任会見を行った。今江新監督の契約期間は2年で、年俸は4000万円、推定。背番号はこれまでのコーチ時代と同じ、98、となる。監督が4000万はうぜやろ。あの立浪ですら1億やぞ。ほんまに金ないんやなって。監督4000万はちょっと、いくらなんでも、似合いはねやろ。楽天の経営自体がやばいんか。モバイル以外は好調なのに、モバイルの大赤字で会社傾いてるからな。ちなみに、三浦監督の年俸は9000万や。三浦の半分以下とか涙がで、出ますよ。原は2億やけどな。原の半分が立浪でそのまた半分以下が今江か。2億、原、1億、高津、岡田、立浪、中島、石井、新庄、9000万、三浦、8000万、藤本、吉井、7000万、荒井、松井。低くても7000万スタートにしたってや。